再開いたします。次に成田芳生議員に発言を許します。成田芳生議員。私は2件通告しておきました。まず承認第3号平成24年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出の部第10巻教育士第2項小学校士第1目学校管理士学校昼食運搬業務委託、並びに承認第3号平成24年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳出の部第10巻教育士第3項中学校士第1目学校管理士学校昼食運搬業務委託に、この2案件につきましては互いに関連性がございますので、一括して質疑してまいりたいと思います。この決算額は平成24年度投資予算で小中学校を合わせ3656万7000円計上しましたが、これまでの委託業者の事業停止による委託事業者変更に伴い、業務内容の変更などで委託料の増額が必要なため、同年6月定例会で小中学校の2学期3学期分合わせて3231万円補正した経緯がございます。これによりまして、各小中学校の昼食運搬は11のコースを設定、業者選定は地帯図地区学校昼食センターから地帯図地区の幼稚園や小中学校の5施設と港小学校から港中学校へ運搬する2コースは競争入札、残る中コースは随意契約で決定しました。また契約方法の違いは、市所有の運搬車で乗務する場合は競争入札、業者所有の場合は5年間の契約を前提とする単年度の随意契約であります。そこで質問でございますが、平成24年度の決算では予算額との差、すなわち不要額が生じておりますが、競争入札と随意契約を区分けした不要額を示してください。また随意契約で不要額が生じた理由を示してください。教育長。お答えいたします。平成24年度の、不要額でございますが、北会津給食センター、これは、車を市が所有している路線でございますが、これにつきましては、13596円の執行残でございます。それから13595円の執行残でございます。それから港給食センターにつきましては、36625円の、これは、余計にかかっているというような状況でございます。それから、各センターで申し上げますと、北会津給食センターにつきましては311850円の増、それから会津若松給食センター拡張分につきましては414690円の増、それから小金井給食センターにつきましては227850円の増、それから門田給食センターについては382080円の増、それから大戸給食センターについては300円の増、大変失礼いたしました、増でなくて執行残額です。300円の執行残額、それから港給食、それから会津若松給食センターにつきましては159670円の執行残額となっております。先ほど増と申し上げましたが、執行残でございます。で、この、理由でございますが、一応180日ということで、予算を組んでおったわけでございますが、例えばスポーツ大会、あるいは、いろんな事業が入ってやめたり、あるいは、今回ノロウイルスなどの騒ぎがございまして、それで、給食を休止したというようなことがございまして、それで、執行残が
出てきたという状況でございます。以上でございます。成田義雄議員。競争入札の場合の執行残はですね、プラスマイナスで計算しますと執行残が1万7000円飛び30円ですよ。そうしますとね、競争入札とそれから不要、随意契約で、生じた契約の不用額執行残はですね、競争入札と随意契約を比較しますとですね、約 9.3 倍の差が出てくるんですね。これは一体何事かというような感じがするわけでございますが、これを改めてですね、答弁いただきたいと思います。それから私の調査によりますとね、競争入札と随意契約では契約金額にも大きな差異があるんですね。その理由を説明してください。はい、その点お尋ねします。教育部長。はい、指名競争入札で、行ったところ、それから、追計で行ったところ、これにつきましては、実績につきまして、ただ回数が、変わっているだけでございまして、先ほど申し上げましたように、給食の運搬回数がですね、増減したということで、たまたまそういうふうになったというような状況でございます。で、あともう一つ差額、随計との、大変失礼いたしました、随計との差額でございますが、いわゆる車両を所有する契約と業者が車両を持ち込む契約との委託料の、違いでございますが、受注者が用意する場合には、受注者が負担する費用といたしまして、車両の装備修繕整備に要する費用、車検の費用、燃料費、運行管理に要する費用、それから事故に対する車両、対人および対物等の保険、車両の取得費用、これは代替使用も車両も含みますが、それから車両に対する高速効果、こういうもの、さらには荷台の改造が必要な専用車を使いますので、その改造費用、ここら辺の大きな違いが一つございます。それから、もう以上でございます。成田義雄議員。答弁のようにですね、競争入札と随意契約の契約の差というのはね、今答弁ありましたように、車両購入に関わる経費、これが大きな差なんですね。その他は全く同じなんですよ。ある程度の金額、多少違ってもですね、大体同じだということなんですね、項目的には。それでお尋ねしたいのは、車両持ち込みの随意契約では、何を算定根拠に、どのような方法で契約を決定されたんですか、お尋ねします。教育部長。この随意契約のつきましては、私どもの方から、使用書を提示いたしまして、その使用書に基づいて業者が積算をします。いわゆる給食についてですね、まず食器を往復学校まで運ぶ、それから給食を運搬する、その後食器を取ってくる残差を引き取る、これについて、往復回数を1単位として単価で生したものを見積もりとして徴収いたしました。でこれを受けまして、提出した金額を私どもの方で精査参考とした上で、予定価格を設定し、そして契約手続きを行ってまいったものであります。以上でございます。成田義雄議員。今の答弁ですとね、予定価格随意契約でのですね、予定価格の設定はしてなかったという答弁でございますね。それでなぜ予定価格を設定してなかったのか、これが一つお尋ねします。二つ目、何をまたね、予定価格を、これ、いいでしょう。予定価格はなぜ設定しなかったのかですね、お尋ねしております。教育部長。お答えいたします。この業務委託につきましては、いわゆる国権などの積算基準、これがございません。
でまた私どもの方もで、いろんな積算資料などを見ましても、積算の根拠となるものはございません。そこで積み上げによる、積算は、まあ、難しいということで、業者の方から参考見積もりをいただきまして、それをもとに、契約手続きに入ったものでございます。以上でございます。成田芳生議員。財務規則第36条予定価格の設定、これにはですね、随意契約の方法によって契約を締結しようとするときは第124条の第2項から第4条までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。並びにですね、同規則第124条予定価格の設定の第4項というになっておりますけれども、予定価格を定める場合においては当該物件の当該物件または役務の取引の実例価格、受注の冗長、履行の難易、それから契約する数量の多少、履行期間の長短、その他の事情を考慮しなければならないと規定されているんです。なぜこういうことを守らなかったんですか。これをお尋ねしたいと思いますよ。これは一つ目。二つ目はですね、先ほど答弁ありましたように、業者の方からは、見積書が提出されたという答弁でございました。見積書の内容についてどういうふうな内容で提示されたのかお尋ねします。教育部長。お答えいたします。随意契約をするにあたりまして、私どもの方でやはり同じような形で主張を示しまして、それで、できるかどうかお話を伺い、そしてまたその業者の今までの実績、いわゆる運送業者としての実績、それなどを考慮いたしまして、見積もりをいただいたものでございます。以上でございます。成田芳生議員。私は2つ質問してるんです。質問したんですよ。先ほど答弁話しましたようにね、本市の財務規則第36条予定価格の設定ということで、随意契約に関しましては、随意契約に限らずですね、予定価格を設定しなければならない。そして予定価格の設定にはどういうことでやっていくんだということを、私、規則第124条、予定価格の設定についても説明して、今、話したでしょう。それについてどうなんですかと。それから二つ目、言いましたのは、見積書にはどんな内容が、で提示されたんだ、ちゃんと答弁してくださいよ。教育部長。見積書の聴取ということですが、財務規則137条で随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積に必要な事項を示し、2人以上の者から見積書を調査なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとはこの限りでない。契約の性質または目的により契約の相手方が特定されるときというようなことがございましたので、私どもそういう形で業者から見積もりをいただきました。それから、見積もり書の内容でございますが、先ほど申し上げましたように運搬業務1度数、いわゆる、学校とセンターを往復するこの1度数あたりの単価ということで、総合的な形での総額的な形での見積書をいただいたものであります。以上でございます。成田芳生議員。そうすると予定価格は設定してなかったんですか。ただ単に業者の方から見積もりが上がったと、それをただ単にどのように精査したか分かりませんが、ただ単にそれを参考にしたと。それじゃあですね、その見積書をどのような提出どのような形でですね、精査されたんですか。予定価格を作るために、もしくは予定価格を作ってませんけどね、その点をお尋ねします。それからですね、車両運搬士についてお尋ねしますが、何を根拠に、車両運搬士ですよ、何を根拠に適正な価格と判断されたんですか。お尋ねします。教育部長。この出された見積もりにつきましては、私どもの方で、これはまあ従前、前の業者の時もそうだったんですが、
これに必要な人件費、それは物件費、車両経費、管理費、これなどをですね、私どもの方で算定いたしまして、で上がってきたものと比較いたしまして、そこで、まあ、適正だということで、見積もり額を元に予定額を設定したものであります。指定いたしました。車両運搬費の根拠でございますが、車両運搬経費につきましては、まあ、一つは私ども平成16年ですか、16年に購入いたしました、車両が一つございますので、それを参考に、それから、業者が私どもの内容を精査し、私が業者が出されました、見積書をに対して私どもを精査して、金額でもって、車両金額は、一応適正なものだというふうに定めたものでございます。一つは、平成16年に私どもが購入いたしました車両価格、それからもう一つは業者から上がってまいりました、その見積もり額、それをもとに精査した内容でもって、まあ、適正だというふうに算定したものでございます。で最終的に、この、金額については、他市町村の契約内容、いわゆる金額などとも算定いたしまして、トラックの経費については、まあ、明らかには、きちんとした形、いわゆる明確な形ではないんですが、適正だというような形で私どもを算定したものでございます。以上でございます。成田芳生議員。先ほどわし父漏らしかもしれませんが、見積書、業者からの見積書の提示されたわけなんですが、その中のその見積書というのは、見積書というのはただ単に一路線の価格を出したものですか、もしくはその他にその見積書の金額の内訳をちゃんと金額を記載されたものをもらったわけですか。教育部長。お答えいたします。これ単価契約でございますので、1回いわゆる1日1度数行う業務について行うものということで、内訳は示されず、相対的なものとして1度数いくらというような形で提示を受けたものでございます。成田芳生議員。今までの答弁聞いてみますとね、例えば業者から予定価格、まあ、決めたと言ってますけれども、業者からただ見積もりで一路線はこれだけですよ、見積もりの内容はただ記載されてないんですね、ただ金額なんですよ。それであなた方はどのような方法で、本当にこれ精査されたと言ってますけれども、どのような方法で本当に精査されたんですか。おかしいと思いませんか。何も分かりませんよ。これただ単に金額を提示されたわけですよ。その点いかがですか。教育部長。私どもの方の、まあ、精査内容でございますが、まあ、人件費で見ますと、1人8時間しかも180日、それから社会保険料、それから、物件費で見ますと健康診断料、それから、保険検査料、それからマスク代、それから車両経費といたしましては車両の維持管理費、それから車両経費、それからそれを全部合わせた経費の 10% の管理費というような形で、精査しました。以上でございます。成田芳生議員。座って突っ張るならばですね、じゃあ私が言いましょう。いいですか。平成24年度の学校昼食運搬委託料に対しましてですね、随契約の中では契約額は全く業者から提示された金額、全く 100% 同じ。全く同じですよ。全路線が。これで精査したと言われますか。教育部長。
私どもの方で、精査いたしましたが、ある路線は、私どもよりも高く、ある路線は私どもよりも低いというような形で精査の結果出ております。ある路線ですと、私どもの金額よりも低いので、それはその給食向こうが出されてました金額をそのまま採用、それから私どもよりちょっと高いものにつきましては、これは、業者さんの、これでないとできないということですので、その業者さんの金額ということで、全く 100% 一緒というような、その生産内容、内容ではございませんでした。成田芳生議員。こちらはですね、自分で調査しました随契約の見積もり結果表というのをもらってます。それとあなた方が各路線ごとに契約した単価 100% 同じですよ。11路線どこが違うんですか。 100% 同じでしょう。言いますか、一つ一つ。教育部長。今お答えいたしましたのは、その生産の仕方ということで、こちら側の生産で、それで採用した金額は、その生産の後ですね、それをもとにして、私どもで予定価格を定めて、上げたものでございます。ですから中には、この中で、予定価格とそれから、落札価格が一緒だったという形になっております。以上でございます。成田芳生議員。私が質問しているのはね、乗車から見積もりもらった金額、内訳何もありませんけれども、その1路線の単価と、そして、契約した単価、路線ごとの単価は全く同じだと言ってるんですよ。どこが違うんですか、ちょっと数字合わせますか。ですから、それについて、どこを精査したんですかって聞いてるんですよ。教育部長。私どもの方で、精査した金額がと、それから見積もりから、業者からいただいた金額、これには、ほんの少しですけど、差がございます。ただ、それにつきましては、先ほど申し上げましたように、私どもが精査した金額よりも安い場合には、もう業者の数字をそのまま使い、それからあと、私どもが精査した金額よりも業者の見積もり額が高いものについては、これは業者できないということでしたので、これも結果としては業者の数字を使いということになりました。ですから、形とすれば、予定価格と、それから落札価格が一緒だというような形に。最終的な形にはなっているというふうに考えております。以上でございます。成田芳生議員。決算やってるんですからね、わしらは結果ですよ、すべて。いいですね。そういうことで、全く単価、契約単価、それから乗車に出し、からもらった見積もり金額と結果的には同じだという答弁ですよ。そこでお尋ねします。平成20年の6月定例会で、わし、この案件について質問した経緯がございます。乗車が処置投資として、11座分の昼食運搬専用車を用意するための経費として、原価償却年数、年数分、すなわち所得税法の車両運搬後の法定対応年数5年で割った金額を、運送、乗務、委託費の中に計上しているとの答弁でございますが、そのとおり契約して、そのとおり、執行されたのかと、まず一つお尋ねします。よろしいですね。それから二つ目としまして、業者が購入する昼食運搬専用代金は、同じく平成20年の6月定例会で、町議長が答弁されております。1台当たり700万円相当というふうに、ちょっとね、ぼやかされておりますけれども、約750万円ではなかったんですか、それを確認しておきます。教育部長。この5年ということでございますが、これにつきましては、私どもの方で業務委託契約を行うにあたりまして、何年がいいのかというようなことで、一応、単年度の負担額を抑えたりですね、それから、所得税法上の法定対応年数、5年と、そういう、それから、他市町村の契約年数などに基づきまして、5年というのを定めまして、
それで、見積もり額を算定していただいたというような形でございます。それから執行につきましては、これは複数年の継続を見込んではおりますけれども、新規の事業者ということでありますので、その業務の実施状況、これを検証した上で、継続についての判断を行う必要があるということで、単年度ごと、まとめて5年ということではなくてですね、単年度ごとの契約としております。継続につきましてもですね、予算措置が当然前提だというふうに考えております。それから、車の車両の代金でございますが、前段700万円前後ということでございます。これにつきましては、私どものいわゆる内部で、車の値段、一応算定したわけでございますが、これは一応内部のそのいわゆる資料ということで、数字はちょっと控えさせていただきたいと思います。以上でございます。成田義雄議員。これは調査の段階で私の方で知っておりますから、なお確認したまででございます。続きまして、お尋ねします。市が昼食運搬車両を運行するよりにですね、することにより乗車に任せた方が非常に効率的に行えるので、トラック込みの業務委託としたとの業務委託したとの答弁でございました。平成24年度決算においてですね、費用対効果からどのような効果が得られたんですか。まずお尋ねいたします。でね、痴漢を含めて答弁してください。痴漢も含めてですね。痴漢というのはこれから の1年目2年目3年目とそういうところを加えて答弁していただきたい。教育部長。比較効果でございますが、私ども実は今回、随意契約ということで、研究にこの業者に発注したわけでございます。これはもしこれを発注しなければですね、会津若松市の子どもたち4000名、これが約6ヶ月くらいにわたってですね、給食提供できないという状況が発生してまいります。でさらには、この調理洗浄業務の業者にも影響が出てまいります。でさらには、地産地消ということで食材を用意しているその業者の方々にもご迷惑がかかります。そういうようなことから私どもは、業者に任せた方が良いと判断いたしまして、それで、この業者を随意契約してお願いしたわけでございます。で費用を算定しているかということでございますが、これらにつきましては私どもの方で費用を特に算定はしていない状況でございます。それから1年目2年目3年目というその効果は何かということでございますが、今のところ無事に業務を行っており、いわゆるノロウイルスなどが発生してもですね、ノロウイルスの発生などに対応してもきちんと対応していただいているということで、非常に効率的な素晴らしい運送業務を行っている、そういうふうに考えております。以上でございます。成田義雄議員。次、先ほどの件は、この件はちょっと後に回しますが、平成24年6月定例会の答弁ではですね、委託料を科学的に算定した結果、形式的には市で昼食運搬専用車両を所有した方がちょっと安いが、乗車に運搬車を買っていただき運用した方が相対的に事務料や車両のメンテナンスなど含め安くなるのではと考え、車両損耗費を出したとの答弁でございました。どのような計算でですね、乗車に運搬を買っていただき運用した方が相対的に事務料や車両のメンテナンスなど含め安く判断されたんですか。教育部長。私ども買った方が安いと判断した根拠でございますが、平成16年に車を
1台買っております。これがまあ大体682万5千円くらいでございますが、そういうことでその数字を用いまして、まあ安いのかなというようなことを算定いたしました。ただ先ほど申し上げましたように車を購入するとなりますと4000名の子どもたちに対する給食の手当、それから、調理洗浄業務業者に対する、支払い、そういうものを全部ひっくるめますとこれは購入するよりも業者に委託かけた方がはるかに、安価だというようなことで考えて業者に追加契約で運搬業務を委託した内容でございます。成田芳生議員ですね。あと何年か後に結果が出ますから。それでですね、お尋ねしたいのは、今答弁ありましたけどね、会津若松市が保有している、給食用運搬用の利用はですね、利用しているのは平成5年の8月から取得しまして、今現在経過年数は20年使ってるんです。それからもう一台はですね、平成16年の3月、本市で取得しましてですね、そして今現在、中年6ヶ月使ってるんですよ。そしてこの間の答弁ではですね、まだまだ使っていきたいというふうな答弁いただいてるんです。そういうことを考えますとね、先ほど答弁されましたように、本当に交換あるか疑いたくなるんですね。そしてどんな計算されたかという点が、本当に疑いたくなるんです。まあ、そういう点、どういうふうに思っておられるかお尋ねしたいと思います。続きましてですね、随契約している業者に対してですね、車両運搬具の法定対応年数5年が経過した場合、市の対応はどのようにされるのか、お尋ねしたいと思います。教育部長。お答えいたします。港給食センター、それから北谷給食センターに私どもの方で、所有した車を、で運送しているわけでございますが、各給食センターにつきましては、これはあくまでも運送業者が運送業務として行うものであります。で、業者につきましては、その運送について責任を持つためにきちんとしたものでやらなきゃならないというようなことでお話をして、運送している内容でございます。で、私ども港、それから北会津給食センターにも、そういうわけで、これは自家用車ですので、できるだけ、使えるだけ使ってですね、それでやっていきたいと、これはあくまでも自家用車の範囲でのいわゆる仕様だというふうに考えております。で、ただ、課題もございまして、この荷台につきましては、予備車がございません。ですから、確かに見た目にはうまくいっているわけでございますが、もし、故障などした場合にですね、この予備車の対応の手当てをしなきゃならない。というようなことがあります。その辺についてやはり、良し悪しがあるのかなというふうに考えてございます。それから、5年経過した後の対象でございますが、本来この事業の問題は、一社に長い間ですね、随系でですねお願いしてたというところから問題が発生してございます。ですから5年で、いわゆるこの業務はできるだけ5年で終わらせてその後私どもはその給食運搬業務に対して競争が働くような仕組みを入れてまいりたいというようなことを考えております。例えば、7年10年このトラックを使うということになりますと、一つの業者にですねやはりずっとお願いするということで、事業的には前の状況と変わらないというような状況でございます。そういうことから、5年でこの業務を終わらせて、もっとより競争力のあるような、業務体系に変えてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。成田芳生議員。それ答弁されるとある面ではこのね、理解はできるんです。もちろん競争性、公開性、公平性というのは必要でございますから、一つお願いしますよ。そしてですね、今回の決算においてですね、車両運搬具の購入代金は、市が5年間の分割で車両総務料として全額支払うことになるわけなんですね。
これについて教育委員会はどのような課題があるかと思っておられるのかお尋ねしたいと思います。さらにですね、時間もなくなってきましたもんですから、質問にいたしますが、今後ですね、入札参加者が事業を受託しようとするものは機械や設備、道具など所有せずとも参加できるように必然的になると思いますが、どのように考えておられるんですか。成田議員、今の2件目の質問については、一番目はいいんですが、24年度の決算ということでお願い。はい、成田義雄議員。今この質疑しているわけなんですけれども、要するに今までの質疑の中で、要するに道具車両運搬費がなくても入札が随意契約になってるんですよ。そして執行されているわけです。してこの事態を考えた場合、今後の入札制度にどのような影響があるかということが必要でしょう。これは当然ですから、先ほど言ったように機械や設備とか道具なんかを持ってなくても入札参加できるんですか。ですから教育委員会はどういうふうに考えているんですかと答弁、質疑ですよ。教育部長。この使用料について、どう思うかということでございますが、これは使用料というようなことではなくて、私ども業務を委託するにあたりまして、必要ないわゆる、経費、いわゆる運搬に必要な、機器の、使用だというふうに考えております。それから、この機械、今度、機械とかなんかの持ってきたものについてのお話、お尋ねでございますが、これにつきましては私どもが例えば道具を持たない場合、例えばパーソナルコンピューターだとか、それから、車だとか、そういう持たない場合については経費の一部だというふうに考えて、対応していくという考えでおります。以上でございます。成田義雄議員。最後の答弁ちょっと分からないから、もうちょっと詳しく説明いただけませんか。それからですね、確かにね、今答弁のあるように車両損耗費というのはね、確かにいろんな上司、入札関係で多少は含まれてますよ。中には、10% とか 3% とか、もちろん見積もり金額の中に、予定価格の中にも入れるのは当然だと思うんです。当然だと思ってますよ。しかし私が今質疑しているのは、あなた方が車両損耗費として計上しているのは 100% なんですよ。これについて人が生じるんですよ。その点どう思われますか。教育部長。私ども使用の中では、車1台というような形での使用を示しておりまして、それにつきましては、どのような、車を持ってくるかということには細かく規定してございません。でその金額を定めにあたりまして、いわゆる5年間ということでありますので、私どもは一応車両価格というものを採用させていただいたわけでございます。ですから先ほどの答弁でちょっとわからないということではございますが、要はかかった機械、かかった経費、これについてはあくまでも業務委託の必要経費だというふうにして私ども捉えて、それについてはお支払いしていくというようなことでございます。以上でございます。成田義雄議員。と11秒しかありませんから最後になりますけれどもね、あなた方がこの決算として今執行しているこの運搬、昼食運搬常務はですね、まずもって車両価格を 100% 補填しているということが一つなんですよ。それでこれが必要経費だと認める言ったら、すべての入札においてですね、そのようになるんじゃないですか。質問終わります。教育長。決算ではありますが、周辺事情をちょっと説明させていただきたいと思いますが、この事業の停止が通告あったのが3月23日で、
4月9日に昼食をせざるを得なかったという事情がありまして、市としては車を所有する余裕もなかったし、リースの運びもちょっと難しかった。で、今後の入札についてはそのことも含めて12月議会ではなく、どの業者も参加しやすいように9月議会あたりに提案して、あるいは市の所有にするかリースにするかも含めて幅広く検討していきたいと思います。なお、この大栄商事さんが今までギリギリ のご貢献をされていたことが判明したというか、後で分かったことなんですけども、職員が臨時職員で5時間程度の働きでやっていただいた。それを今回は8時間勤務の正規職員がやっている。それからそれに伴って大栄商事さんの職員は保険に入ってなかった。それから事業所に立ち寄らず運行コースを短縮して貢献していただいた。それから正式に実質的な管理者を置かなかった。そういうさまざまな経費が高くついているということで今回の予算決算になったところでございます。なお、同じ方法でやっている一路線福島市は会津若松市よりも高くなっておりまして、そういうことからして今回の私どもの予算決算が異常な額であるというには考えてございません。以上でございます。